々木朗希のコーチ、ピッチングコーチやれって言ったら鍛えちゃう。あら、まあ足腰のトレーニングはやっぱりやらすでしょうね。160キロ投げる人ですからね。もうこれをトレーニングしたらもっともっといく可能性もあるかもしれませんよ。まああと僕の、まあ、ちょっとこう言えば豆ができるちょっとピッチャーはちょっと私は良くないって見てるんです。これは昔ね、東映の尾崎さんでもそうでした。豆ができてちょっと苦労したっていうのをよく聞きましたので、だからこの豆をできないようにいかにするかっていうのが、これはやっぱり彼がこれからプロで体勢に行くためには絶対必要でしょうね。できないです。できない。タコはできても豆はできない。だから暇さだったらこうやって砂なんかをね、よく言われてたんですよ。ピッチャー豆ができたらいかんからな、あの砂でこう指を鍛えてやれって。だからいつも砂はやりうたし、こうやって暇さだったらこうやってバーッと何回も何回も動いて。そしたらこれに抵抗がやっぱりつくんでしょうね。だから全く豆はできなかったですよ。中に指を入れるの、続いていくんですよ。それはあれを見て、今の若いピッチャーを見ててやってもいいわけでしょ。いいんですよ、これは。俺らやっても私はいいと思う。まみができるっていうのはおそらくやっぱ皮膚の関係で、まあ答えはおそらく持って生まれたものもあるかもしれませんけども、そうやってやっぱ鍛えていったら、あるいはまみがタコになるかもしれません。もう腰を刺したらやっぱり大変ですから、そういう意味でやはり、まあ、彼の場合はまみ、これをいかに克服していくかということだと思いますよ。